はい、どうもサンフランシスコ太郎です。よろしくお願いします。本日は町田市の子供の町ミニ町田の第4回子供会議の模様をお送りさせていただきます。それでは早速ご覧ください。こんにちは。こんにちは。お、素晴らしい、めっちゃいいね。拍手。今日のテーマはですね、お店やサービス、仕事のことを具体的に考えるというところをやらせていただきたいと思います。開会の挨拶として熊切さんからご挨拶をしていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。第4回、になりますけど、前回までね、第3回まで、それぞれいろんなことやってきて、第3回でみんながどんなことをやりたいかというのを、決めてもらって、それについて少し後半で考えてもらった時間になると思います。で、今日はその前回の続きですね。で、これから今まではね、みんなで何かを考えたりっていうのが中心だったんですけど、前回の後半からの続き、今日からは本当にそれぞれ自分が何をやりたいか、自分たちが何をやりたいかっていうグループで、そのお店とか仕事について、いっぱい考えていくから組み立てて作っていってもらうという、そういう話し合いになります。どんなことをやるか、どういうふうにやるかっていうのはみんなの自由です。なので、いっぱいアイデア出して考えてください。大人の人はじゃあこうしなさいっていう話は多分しないです。だったらこういう方法もあるかもしれないねっていうようなヒントとかアイデアを何か教えてくれるかもしれないので、そういうヒントとかアイデアを参考にしながら、みんなでどうするか、自分たちのお店は仕事はどうするかっていうのを考えてもらえると楽しい街ができるんじゃないかなと思います。今日も頑張っていきましょう。よろしくお願いします。お、サンキュー。ちょっとさ、何やったか教えてもらっていいかな。必要な人。そう、カレー屋さんを運営する上で必要な人を皆さんに考えてもらいました。拍手。みんながカレー屋さんの店長だったら、一日何人のお客さんに来てもらいたい？100人ぐらい。100人、ありがとうございます。拍手。何ですか？500人ぐらい。500人、ありがとうございます。1000人、いいね、1000人。1日1000人のお客さんに来てもらうカレー屋さんをちょっと想像してみてください。で、その時に皆さん一人でお店を回すことはできますかという話なんですけど、カレー屋さんを経営するのにこの役割必要だよねっていうのをバンバン答えていってください。それじゃ考えた人から挙手をお願いします。接客の人。お皿を洗う人。いいね。お店って一人で回すことってできないよねっていうことを考えてもらいたかったんですけど、その時にはやっぱりお店ってチームプレーだから、いろんな人と一緒に共同してやる必要があるから、好きになって自分がやりたいことをガンガンやっていくんじゃなくて、全体を見ながらお客さんに対してサービスを提供していくっていう必要があります。で、これは何が正解で何が間違ってるっていう話じゃなくて、全て正解です。で、みんなの正解をそれぞれ考えてもらう上で必要になってくるのは、決して一人ではなくチームのみんなと共同しながら全体を見て設計することが必要だよっていうことを、今回のカレー屋さんのケースを通してみんなに知っていただきたいと思って、このお話をさせていただきました。ということで、じゃあ最後に皆さんの質問です。カレー屋さんないしは普通のお店、市役所の銀行の空港の一人でできると思ってる人はいますか？はい、完璧です。拍手。みんなと共同しながら楽しくお店や、公共サービス等を作っていきましょうという話をさせていただきました。以上で民放では終了です。ありがとうございます。早速始まりましたワークの時間でございます。今回のワークでは飲食店などの店舗を運営するショップオーナーと、市役所や警察官など町全体に関わる仕事を運営するシティプランナーチームに分かれて、それぞれ仕事を具体的に詰めていきます。まずはショップオーナーチームを見ていきたいと思います。こちらは宝くじ屋さん。素敵ですね。こちらのカレー屋さんチームはみんなで話し合っております。カレー屋ミスターカーレ、メガ盛りカレーを食べきれたらいろいろ特典、100人目は無料。こんなカレー屋さん私の町にも欲しいです。
こちらのお子さんはお店の具体的な間取りなどを書いております。出来上がるのが楽しみです。はい、続いてはシティプランナーチームを見ていきたいと思います。警察はパトロール、困った人がいたら助ける、素敵です。そしてこちらは市役所でございます。市役所では市民登録、清掃、仕事、混雑案内の仕事がございます。はい、そしてこちらは銀行と学校でございます。こちらは銀行のプランニングシート、給料と税金は大事ですよね。そしてこちらは学校でございます。授業、紙芝居的な感じ、とっても楽しそうな授業ですね。はい、そしてこちらはミニ町田代表のくまさんが持ってきてくださったガチャガチャのカプセルに集まる子どもさんたちでございます。子どもさんたちがこのカプセルをどのようなサービスに生かしていくのか、今から楽しみでございます。パソコンも活用して仕事に必要な情報を調べます。休憩時間まであと少し。どの子どもさんたちも頭をフル回転させてお店の具体案を詰めていきます。出来上がるお店やサービスが今から楽しみでございます。皆さんもうすぐ休憩ですよ、頑張ってください。夏です。夏さん、はい、夏くんと、はい、ゆずひーくん、はい、ニックネーム、はい、ありがとうございます。お二人は宝くじ屋さんをやられるということなんですけど、どんなような宝くじ屋さん作りたいとかっていうのはあるんですか？できるだけやってる人も楽しいように、でも負担もかからないような宝くじ屋さんにしたい。ありがとうございます。来る人が絶対に楽しめるような、得をする得しないは別ですけど、絶対に楽しめるようなお店にしたいと思ってます。ありがとうございます。宝くじ屋さんってすごい素敵だなと思ったんで、お二人とも応援してますんで頑張ってください。ミニ町田って楽しいですか？はい、楽しい。あ、よかったです。じゃあこれからも頑張ってください。インタビュー答えてくれてありがとうございました。すいません、ありがとうございます。本日は、この子どもの町ミニ町田にカメラマンとして参加してくださってるアッシーさんにインタビューさせていただきたいと思います。アッシーさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今回このミニ町田にカメラマンさんとして参加されてるということなんですけど、この取り組みに参加してみて、ざっくばらにどんな気持ちかっていうところと、やりがいとかがありましたらお話しいただきたいなと思います。はい、そうですね、やっぱり子どもたち一人一人いろんな個性があって、その中でその彼ら自身でいろいろ考えていろんなアイデアを出したりとか、協力したりしている様子っていうのはものすごくやっぱり町田捨てたもんじゃないなっていう感じになりますね。
ありがとうございます。で、私もなんかこのミニ町田っていう取り組みが、子どもさんたちが自分で考えて町を作っていくってすごい素敵だなって思うんですけど、この取り組みについてはアッシーさんはどう思われますか？あ、とてもいいと思いますね。今までそのよその、ね、市区町村とかでやってたっていうこと自体は知らなくって、で熊切さんがね、代表の熊切さんが創業スクールでご一緒させていただいてて、でその時こういうことをやりたいっていうお話をされていて、1年ですね、1年でもこう実現にこぎつけているっていうことに正直驚きを隠せません。ありがとうございます。まあ私もこの取り組みすごい応援しているので、これからも一緒に頑張っていきたいと思います。引き続きよろしくお願いします。はい、アッシーさんでした。インタビューありがとうございました。はい、ありがとうございました。無事発表も終わり、引き続きお店仕事を具体的に考えるというワークを続けていきます。カレー屋ミスターカーレオリジナルカレーゲーム、ガチャ、カーレアイテム、とっても気になりますね。蛍光ペンも駆使して具体的なプランニングを作っていきます。このお店はほぼレイアウトが完成しております。私個人的に本が大好きなので、出来上がったら行ってみたいです。こちらは銀行でございます。紙に書かれている紙幣のようなものはミニマジラの通貨カーレでしょうか。とっても素敵な紙幣のデザインでございます。こちらにはシティプランナーの市長さんや副市長さん、そして市役所、仕事案内所、清掃の方々のやることなどが書かれております。楽しい時間はあっという間。気がつけば第4回ミニマジラ子ども会議も終了のお時間でございます。第4回子ども会議ですね。それぞれのグループ、お店とかね、仕事、施設に分かれていろんなことを考えてもらいました。で、すごくね、個人的に嬉しかったのが、それぞれの例えばお店だとかお仕事をしている、施設の人たちが、こっちから別に何も言ってないのに、いろんな相談をそれぞれのグループの間でしてくれてたのがすごく嬉しかったです。僕たちのお店はこういうことしたいんだけど相談乗ってもらえないかなとか、いやいや町としてはこういうふうにしたいと思うから、これ協力してもらえないかなみたいなね、そういうふうにいろんな意見を出し合って話し合いをしてくれているというのがすごく嬉しかったです。次回9月の18日かなは、プレミニ町だと言って、一回ミニ町だのお店だとか、あと公共施設ですねの練習をしてみようという、会になります。今考えたルールで町が問題なく動くのかとか、学校とか銀行とか警察として今考えていることだけで十分なのかな、忘れたことないかなというような確認ができる、としてその練習を、できればいいなと思っています。お願いします。最後はみんなで記念撮影でございます。皆様、第4回子ども会議お疲れ様でございました。次回のプレミニ町田もよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、第4回ミニ町田子ども会議無事終了いたしました。今回はですね、ファシリテーターの雄大さんがミニ講座としてお店を設計していく上で、いろいろな人と協力、チームワークを駆使して全体を見ながら設計していかなくちゃいけないというようなことを、いつも通りの素敵な講義で教えてくださって、大人の私すらも感動してしまうような素敵な講義で、本当にいつもありがとうございますというような、形で素敵な講義でございました。そしてですね、その後はお店と仕事について具体的に考えるということで、ショップオーナーというお店の店長さんとかをやるようなチームと、シティプランナーという街全体に関わる仕事ですね、市役所ですとか小学校ですとか警察官ですとか空港とか、そういった街全体に関わる仕事、シティプランナーのチームに分かれて、それぞれその仕事の内容とかどんなことをするのかっていうところを具体的に詰めて、でさらには今回は発
表もしてっていう形でやりまして、で残った時間はまたさらに各々のチームで自分たちの仕事を具体的に詰めていくというような第4回ミニ町田子ども会議の内容となっておりました。もうほんと毎回そうなんですけど、相変わらず子どもさんたちが自分で考えて町を作っていくので、本当にこう動画を撮らせていただいてるんですけど、勉強になることがたくさんあってすごく素敵な時間でございました。次回なんですけれども、9月の18日の日曜日、そして次回はですねプレミニ町田ということで、今日ですね今回第4回で結構具体的にお店のこととかどんな仕事なのっていうところを具体的に詰めていったんですけれども、それをプレミニ町田として本番に向けてね、どんな感じで機能するのかっていうところを試していくというような形で、今までの会議よりもより実践的な内容になってくるのではないかなというふうに思いますので、また次回動画またこちらでアップロードさせていただきますので、ぜひですね興味をお持ちになっていただいた方はチャンネル登録していただきまして、そちらの動画もお楽しみにお待ちいただければなというふうに思います。はい、ということで本日は町田市の子どもの町ミニ町田第4回子ども会議の模様をお送りさせていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは皆様またお会いいたしましょう。